お世話になります。一人でございます。冠雪原ではレジアイスの遺跡に次のような文言が記されています。命ある雪の結晶と共に歩け。つまりここはフリージオを連れ歩いて進む必要があるわけです。実際フリージオが手持ちにいても戦闘以外だった場合は先に進めないので連れ歩くということが必要なわけです。で、冠雪原ではある一人の幼き子によって連れ歩き機能をオフにできるんですよね。では連れ歩き機能をオフにして遺跡に行ったらどうなるのでしょうか。オフの状態をわざわざ解除して遺跡の文言に厳格に従わないと先に進めないのでしょうか。それとも連れ歩きオンオフ機能はややメタ的な要素も含んでいるためその機能がないという解釈がされ先に進めてしまうのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は連れ歩き機能をオフにしたら遺跡に入れないのか検証していきたいと思います。はい、ということで今ねフリージオさん連れておりまして、ゲットした状態でね連れ歩き機能オンの状態でやっております。なのでまずはこれをオフにしていきたいと思います。ちゃんとこんな感じで普通だったらね連れ歩けるわけなんですが、こっちの方のですね、まあ、これ皆さんご存知だと思いますが、この玉ざらしがいるところの、家ですね。はい、ここにコスモックがいるところですね。こいつのちっちゃいね EV 野郎に話しかけていくと、君はポケモンと一緒に歩くの好きっていうことで、まあ好きじゃないっていう感じで、言うわけですね。それじゃあボールにしまっちゃおうねっていう感じで、ゴリーは歩くときポケモンをボールにしまうことにしたということでボールにしまえるわけですね。若干メタ的とは言いましたけど、まあ明確にオンオフ機能がこう言及はされてないです。さすがにそこは世界観崩しちゃいますからね。好きか嫌いか聞かれて嫌いだったらしまっちゃおうねってただ促されるだけっていうね、なんか情けない感じですが、あの子供に言われて従うっていうのもあれなんですが、まあとりあえずこれで、タウンマップでねこちらの、雪中渓谷の方行きましょう。まずはい、でそれで奥に行きますよ。フリージオさんまたいましたね。まあたくさんいるんですが、レジアイスの遺跡まで行きましょう。はい、ようやく着きましたと。ここに入っていきましょう。まだねこれ始めたばっかで新たに進めたデータですので、いちいちこれがね始まるんで、まあとりあえずここは発見、開かずの扉と伝説の巨人です。ここからね始めていきたいと思います。はい、じゃあここに来て運命の瞬間ですね。ここじゃあ話しかけていきますよ。行け、扉に文字が書いてある、命ある雪の結晶と共に歩け。あ、行けんの、おいちょっと待って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 、これズルでしょ、これおかしいよ。そしたら矛盾発生してるよこれだってさ、共に歩けって確かにこれ連れ歩けと言われてないですけど、これ多分やった方わかると思うんですが、フリージオを連れ歩いてない状態、つまり手持ちの後ろ側に置いといたりした場合はフリージオ反応しないんですよね。ですからこれ完全矛盾生じてますね。明らかにおかしい。ですからやはり連れ歩き機能っていうのはこの公的には公式的にはないものとして考えてるのかもしれないですね。だって一応設定上ポケモンはやっぱり持って歩いてるっつってもボールに入れて歩いてるっていう基本設定だと思いますから、いやまさかのねここで矛盾とは。っていうかもしかしたらだからこのフリージオがこの幽霊みたいな感じでついてきてるっていうことなのかもしんないですねということで検証結果、連れ歩き機能をオフにしたら連れ歩いている状態とみなされ遺跡に入ることができるでした。いやこれはかなりの大きな衝撃ではないでしょうか。やはりこれは私的には攻略への配慮的な感じだと思います。例えば適当にプレイしてて連れ歩き機能をなんとなくオフにしちゃってそのまま進んでフリージを先頭にしてるのに全然進めないみたいなことあったら、連れ歩き機能をオンにするっていうことに多分気づけないですからね普通は。でこの連れ歩き機能っていうのも連れ歩き機能自体はメタ的ではないですけど、それをオンオフにするみたいな設定を変えれる場所があるっていうのは若干メタ的ですから、やっぱりその存在を認めてしまうとちょっと世界観崩れちゃいますからね。ですからある意味でこれは納得っちゃ納得ですね。実際手持ちにいるだけじゃ本来だったら遺跡には入れませんけど、そのことを知らないで単純に遺跡の文字だけ読んだらまあ間違ってはいないですからね、共に歩けなので。とはいえ遺跡の文言って結構ガバガバなんですね。まあこの文言の解釈はフリー状態ということですね。